どうもブンブン丸です。プロゲーマーの藤野です。はい、というわけでですね、ワンダーランドウォーズの公式全国大会のですねエリア戦の模様をですねお届けしていきたいと思います。はい、というわけで今回は関東 B エリアですね。はい、はい、最終戦には自分たちもコメントするので注目していただければなと思います。はい、それではどうぞ。私の前で巨人呼ぶ、うーらら。全身全霊の敵を受けよう。これで果てよ。受ける。
さあというわけで関東 B エリアですね、はい、これが2試合目になりますね、はい、まあ、あの試合自体はちょっとこの試合で、まあ、決着がつくという形なんですけど、連勝で終わった試合ですね、はい、1試合目結構そのシェント君のこれここはキビツが映ってるんですけども、はい、アシストの方が割と白トツ特化で、そうですね、はい、最近のキビツその、まあ、全体的にファイターがドロー盛りが流行ってるんですけども、うん、こう新しいアシストからの着物ですね、うん、はい、これが非常に強くてレベルアップして大体約30秒、はい、まあ、27秒とも言われてるんですけれども、はい、まあ、防御力が非常に高くなると、うん、でこれで白トツして兵士の球をガンガン食らいながらなるほど、ガンガン死ぬ殴るみたいな感じなんですけど、はいはい、相性がそうなんですよ。だからレベル5からのレベルアップ効果なんで、はい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 、じゃあよくても2、3回ぐらいしかできない、はい、だから結構限定されてるんですけど、
まあ、その限定された時間内の強化がすごいけど、まあ言うても素人するの後半ですからね。そうなんですよ、ね、レベル5からワンダー使いながらとかでいいとは思いますね、で逆に日野君の方は多分これアシストがひねずみ持ち鬼人とかなんで、うん、まあ、低レベルの打ち合いに関して言えばやっぱ日野君の方が有利かなという感じがしますね。じゃあ開幕がじゃあきついな、まあ仕方ない。そうですね、それじゃけど結構いい感じに木野さんの方が、そうですね、押せ押せですね。やっぱ木野さん多分そのキビツのランク高いのもありますけど、単純にやっぱ連戦のうまさが出ますね、このあたりは。あ、裏取りしましたね。しましたね。ただまあ同キャラの裏なんで、そうですね、まあ、なんか、まあ、同じことこっちもできますよっていう。そうですね、ただその同キャラの裏取りやり合った時にやっぱその多分リード取ってる側がお互いに裏取りし合うと、うん、その振り側がやっぱ有利になるじゃないですか、はいはいはい、同じことやって兵士結局ダメージほぼなしで処理し続けてると、はい、結局アドバンテージが無駄になってしまうんで、まあ、それか味方にアタッカーがいればアタッカーに任せるってありだと思うんですけど、はいはいはい、この3ファイターの編成だとやっぱ味方のアタッカーに合わせるっていう、はい、任せるっていう展開やりにくいんで、そこどうするかですね。さっきの試合分けるあの綱さんが、そうなんですよね、サルがスーパー倒しまくってましたよ ね、 そうですね、相手のキャストをここうまかったですね。そうですね、あの、はい、サルも来たんで、まあ、裏取りよりはそうですね、だそれ結局裏取りやり合っちゃうと絶対に綱さんの方が木野さんを見に来るんですけど、はい、まあ、これ多分体力的にサルが騎乗してるの分かってたと思うんで、はい、まあ、ちゃんとその間にシェントさん落としてっていう展開で、はい、ここ木野さんがすごい上手かったです。裏取りして結果的にはすごい良かったっぽいですね、最初劣勢なのかなと思ったら、まあ、いい感じにはなってますもんね、ただまあ倒されちゃったんで結果的にはおられるという。まあ、あとはその中央レーン、多分これもフックが影響だと思うんですけど、はい、結構サルの体力も減ってたっていうのが、なるほど、はい、響いてるのかなとは思いますけど、この後しばらくそうですよね、こうなるとね。そうですね、相手も同じことをするので、はい、ラインがやっぱ上がった、ただまあこんなに体力減ってるんだったら、まあ、もう基本的に帰るしかないので、そうですね、ここで下がらずに、そうですね、ストレート当てに行くっていう選択ですよね。あと、もどかしい、はい、あんまり連続前転しちゃうと、兵士の弾が刺さっちゃうので、そうですね、はい、これいいですよね。いいですね、共鳴かけておいて兵士の方に前線任せつつ自分でキャスト見るっていう、はい、ここでぶつかって追っかける、一応追えるんですけど、はい、多分ターバンなければ追っかけられるんですけど、相手の方がここは前線を押し上げることを選択しました、ね、そうですね、まあ、追っかけて倒したとき美味しいですけど、倒せなかったときやっぱかなり寒いですもんね、はい、で倒せなくても多分この拠点は折れるっていう判断ができたんじゃないんですかね、はい、そうですね、投擲巨人が出ましたね、左の方に。ただこのぐらいのタイミングだと多分木野さんが騎乗してから、はい、多分レーンに復帰ギリギリ間に合うぐらいだと思うんですね、はいはい、出てきましたね、これね、左の方から出てきましたね、はい、高二立ちで処理ですね、ただ共鳴してるんで兵士は即死しないと。そうですね、はい、ちょっとでも残ればいいですからね、これがみんな貫通する。これ木野さんうまいのが、その普段普通であれば、はい、あのあと森に入るふりして、森入って要はその内側から兵士処理しようとして、多分でその動きをしちゃうと多分シェント君の方に邪魔されて、はいはいはい、そのまま兵士全体入っちゃうような展開だと思うんですけど、ちゃんと後ろ側にもう一回鬼たち当てに行くじゃないですか。あの動きはすごくいいなと思いました。あとやっぱ割り切りもすごいですよね、まあ、なんか4体入るのはいい、そこですよね、はい、そういうような、ここ割り行きましたね。そうですね、はい、で5からなんで、ここから着物の効果が出ますね。ただちょっと時間経っちゃったね、今は着物消えてるんですけど、はい、発動中は本当に弾食らっても平気なんで、なるほど、まあ、多分これ裏では同じことをやってるんでしょうね。そうですね、ここでパワープレイ、はい、痛くないと。そうですね、一応まあ混合分ですね、これに関してはちょっと痛いですね、まだ痛いですよね、これね、これ痛い、結構痛いです。でここでまあ逃げれたら美味しいねっていうような。そうですね、で敵のファイターに関しては味方のアタッカーに任せると。ただどんどん身のが来て、そうですね、あ、これ気まずいですね、はい、まあ、これしょうがないという、うね、はい、まあ、ちょっとやっちゃったかなというところありますけども、はい、まあ、どうしても降りたかった、ただこの後の選択肢多いですからね。多いですね、どこ行っても、まあ、それこそビルド的には後ろ行ってもいいんだろうし、
まあ、味方をカバーしてもいいし、拠点の数的にも有利なので、あとはピーターのスピードアップも狙えますから、シェント君の方は得意の城とついてもいいですし、そうですよね。ですよね。ただちょっと押されたら、まあ、右はもうおられるのはほぼ確定だと思うんで、多分真ん中経由して、ね、あ、これがちょっとそうです、ね、はい、危険ですね。多分コアさんの方体力結構あった状態でキル取られてしまったんで、はい、どうでしょうかね、減らされてからフックの方がワンチャンス掴みに行ったのかな。そうですね、拠点の おられてる数は一緒だけど、まあ、右が実質まあもうおられるようなものなので、まあ、ちょい負けぐらいでしょうね。そうですね、今はね。でこの展開になってしまったらシェントさんの方も白いくわけにはいかないので、めっちゃいいの当たりましたね、これシャークさんのワンダ発動と、そうです、ね、はい、おっとこれでコアさんもワンダースキルを使った、はい、フックも使ったんで今倒せるとキャスト倒せ熱いですね。もう倒すぞっていう意思が見えましたね。したね。特に右の木野さんなんかも本当体力ローなんで、そうですね、絶対に綱さんは逃がしたくないでしょうね。このえぐい連携ですね。死ぬしかないですね。死ぬしかなかった、ただこの右の強者ちょっと不運ですね。そうですね、ちょっと出た場所が意味のない、もしこれが左だったらっていうのは若干あったかもしれないですね。そうなんですよね。ああもうちゃんと倒して、そうなんですよ、これで結構拠点1本近い差が出てしまったので、そうですね、でおられそうな拠点もなくて、でシェントさんも一応アンダーがあるんで、またこれも自由度が高いですね。そうですね、城行って敵を呼んでもいいし、まあ、なんか危なくなったら使って守りに使ってもいいしみたいな、うん、そうですね、今着物の効果出てたと思うんですけど、はい、硬いですねこれ本当。そうですね、うわもうこれはもう見るしかない、はい、それが重要ですよね、見られるようなワンダースキルの使い方っていうのはで帰る、まあこれ引きつけた中でも価値が確定しますからね、はい、いいですね、ちゃんと相手を引きつけてみたいな、はい、まあ、再逆転される方がないとは思うんですけれども、はい、まあ、一応この辺りは冷静に回避するんですね、はい、まあ、フックの一応ワンダーがあるんで相手の、それでなんかタンタンタンってやられたら危ないですもんね、みんな全員集合で、はい、面白いですね。コアさんが真ん中で落ちたあたりでちょっと一瞬ヒヤリとしましたけれども、はいはい、その後やっぱフックをすぐあのみんな倒せたの で、ね、あれがやっぱでかかったんじゃないのかなと思いますね、最後もみんなで守りましょうと、ナイスゲームでしたね、はい。